谷口乱伝、谷口乱伝、明治35年11月14日は、江戸時代から明治時代の儒学者。名は、中秋、字は、大民、別号に解析。陽名は秋之助。非善国有田出身。儒学や漢学、洋学など、内外の学問を学び、近代教育の父と呼ばれている。幼い頃は、神道と呼ばれた。 九州の谷口家とは別の流れの思想があり、衝撃士六段の間宮淳一は谷口乱殿の外孫である。谷口乱殿が伊豆で暮らしていた時に、網元の娘との間に生まれた娘の長男である。医師三卓小影の次男、佐賀藩士、谷口寛平の息子、母は、儒学者、清水龍門の姉、縫。天保十一年、彦さんの玉造房に液響を学び、 また、広瀬丹僧の管理園に入って、塾党を務める。この期間に、大村松次郎が、間の教えを受けたという。天保十四年、江戸に出て、歯倉関道に入門し、佐藤一斉、佐久間正山、坪井信道、伊藤玄僕らと交流した。高野山や京都では、仏典の研究にも当たった。河江元年、佐賀藩校、行動館に入り、草場灰川。 竹富南に学び、江藤新平添江島種尾らと交流した。加永4年、私塾を開く。長崎を訪れた際に、大熊重信らと、王政復古の運動にも関与したり、グイドフルベッキに対面するなどした。明治2年、鹿島藩主、鍋島直明に招兵され、藩高校文官教授、及び藩の県大参事を務めた。その後、沖縄、 熊本、大阪などの各地で軽所の講義を行い、また、明治26年には、北白川宮義久新郎の招きを受け、三宅指定の教育を行った。明治29年、東京に、私塾、間書院を開いた。明治35年11月14日、麹町相模屋で入浴後に、脳一血で倒れ、死去。明治44年、生後位を追贈された。 ありがとうございます。